オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は3月第1週目に フランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は、第1部で取り上げたニュースの中から、アンサンブルスタッフが選ぶ、最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて、詳しくご紹介します。フランス365、フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校、 アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは3月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。 世界で一番健康な国はどこフランスは前回の調査より順位を上げる。2月25日月曜日、経済や金融情報の配信などを手掛けるアメリカの大手総合情報企業、ブルームバーグが世界の健康な国ランキングを発表し、フランスは2017年に発表された前回の結果から順位を2つ上げ12位に、日本は 順位を3つ上げ、4位にランクインしました。世界で最も健康とされたのはスペインでした。コンドームが社会保障で払い戻し対象に、HIV や性感染症を防げ。4日月曜日、フランスのコンドームメーカー、ポリディス社製のコンドーム、ソルテ・クウェール、自身を守ってが、HIV、 人免疫不全ウイルスの感染症を含む性患症を予防するため、社会保障によって払い戻される対象となりました。フランスで社会保障による払い戻し対象のコンドームとしては2例目です。モナリザに告示している楽像、ダヴィンチの作品である可能性が濃厚に。4ヶ月曜日、パリ北部のシャンティーのシャンティー場内にあるコンデ美術館が、 同美術館に所蔵されているモナリザに酷似していると言われているラフ像、モナ・バンナがレオナルド・ダ・ヴィンチが手掛けた作品である可能性が極めて高いと発表しました。法人税の引き下げ、4月まで議論を凍結。6日水曜日、経済財務省は予定されていた法人税の減税措置の実行に関する決定を今年春まで据え置く旨を発表しました。 オペラバスティーユの監督、後継者の選考へ。3月9日土曜日と10日日曜日、パリのオペラバスティーユの次期監督に関する選考が行われます。現在の監督であるステファン・リスネール氏は2014年からの任期を2021年までに終える見通しです。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを 日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は、世界で一番健康な国はどこフランスは前回の調査より順位を上げるです。2月25日月曜日、経済や金融情報の配信などを手掛けるアメリカの大手総合情報企業、ブルームバーグが世界の健康な国ランキングを発表し、 フランスは2017年に発表された前回の結果から順位を2つ上げ12位に。日本は順位を3つ上げ4位にランクインしました。世界で最も健康だとされたのはスペインでした。国連のデータによる順位。国際連合によって収集された平均余命、死亡の原因、清潔な水を利用できるかや、 スポーツなどの身体活動のデータをもとに、世界169の国や地域を100点満点で表したものです。伝染病を含む病気や怪我などによる死亡、平均寿命、生存確率などから算出したヘルススコアから、高血圧や肥満、糖尿病、病気を誘発する遺伝子の有無、喫煙、飲酒、ワクチンの非接種、 子供の変色や飢餓、精神状態などから算出したヘルスリスクペナルティを引いたヘルスグレードによって順位が付けられています。フランスは前回より順位を2つ上げ12位。フランスは2017年に行われた前回のランキングでは総合で14位でしたが、今回はヘルスグレード86.94ポイントを獲得し、前回より2つ順位を上げ、 12位という結果になりました。フランスはスペインやイタリアには及ばないものの、高い平均寿命、健康的な食生活、高い健康への意識や盛んなスポーツなど、総合的に健康的な生活を送っていることが評価されていると見られています。また、日本は91.38ポイントのヘルスグレードを獲得し、前回よりも3つ順位を上げて第4位になりました。 一方、前回1位だったイタリアは順位を1つ下げ2位。前回6位だったスペインが一気に5つ順位を上げ、92.75ポイントのヘルスグレードで1位となりました。上位10位の多くはヨーロッパ。上位10位にはヨーロッパ諸国が多くランクインし、それ以外では4位に日本、7位にオーストラリア、 8位にシンガポール、10位にイスラエルがランクインしています。また、20位までもそのほとんどがヨーロッパやアジア、オセアニアなどの先進国で、経済的な豊かさと健康指数が比例する結果となっています。アメリカ大陸ではカナダがトップ。南北のアメリカ大陸で20位以内にランクインしたのは16位のカナダのみで、35位のアメリカ、 53位のメキシコを大きく上回っています。アメリカは薬物の過剰摂取や自殺による平均寿命の低下。メキシコはギャングの闘争や麻薬、貧困などによる平均寿命の低下などが影響しています。最も健康的ではない30カ国のほとんどはアフリカ諸国。ランキングで下位30位に位置付けられたのは サカラワク以南の27のアフリカ諸国と中央アメリカの島国ハイチ、中東のアフガニスタン、イエメンです。ハイチは2010年に起こったハイチ大地震によって大統領府や財務省などが倒壊し政府が麻痺状態に陥り、現在も事実上政府がほぼ機能していない状態が続いています。スペインの平均寿命は 欧州で最高。1位のスペインは平均寿命が欧州連合 EU の中で最も高く、2040年には86歳に達すると予想されています。また、スペインの出生時の平均余命も欧州連合の中で最も高く、これを上回っているのは日本とスイスだけです。食習慣が健康に及ぼす影響。 アメリカの研究者は、食習慣が健康や寿命に大きく影響しているのではないかと述べています。果物や野菜、ドライフルーツ、ハーブやオリーブオイルを多く使用するスペインやイタリアなどの地中海沿岸地域の料理は、血管系の疾患やアルツハイマー、パーキンソン病などのリスクを減らすとされていて、スペインやイタリアの平均寿命を上げる要因になっているのではないかと見られています。 では、ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。 En meilleure santé. La France monte dans le classement. Lundi 25 février, Bloomberg, Société Américaine de premier plan dans l'information complète, s'occupant de la distribution d'information économique et financière a annoncé le classement des pays où l'on est en meilleure santé. La France se classe à la douzième position, deux rangs au-dessus, du résultat annoncé en 2017 et le Japon ayant grimpé de trois rangs se trouve à la quatrième position. Cette année, l'Espagne se place en tête du classement Bloomberg. Classement selon les données de l'ONU. Ce classement représente 169 pays du monde avec une note maximale de 100 selon des critères telles que l'espérance de vie, les causes de décès, l'accès à une eau de qualité ou encore l'activité physique. Ces informations ont été recueillies par l'organisation des Nations unies. Pour en arriver à ce classement, Bloomberg a soustrait le score de risque au score de santé. Le score de santé est calculé en tenant compte des causes de mortalité telles que les maladies et les blessures notamment les maladies infectieuses et aussi de l'espérance de vie. Le score de risque est calculé à partir de l'hypertension, de l'obésité, du diabète, de la présence de gènes induisant des maladies, du tabagisme, de la consommation d'alcool, de vaccins non vaccinés, de l'équilibre alimentaire, de la famine des enfants, ainsi que de leur état mental, etc. La France gagne deux places et se retrouve douzième. La France se classait au quatorzième rang du classement précédent tenu en 2017. Mais cette fois, elle a remporté un score de santé de 86 virgule quatre-vingt-quatorze pour cent, lui faisant gagner deux places et la menant en douzième position. Même si la France n'est pas aussi performante que l'Espagne et l'Italie, on peut voir que l'on y mène actuellement une vie saine, on remarque notamment une espérance de vie élevée, des habitudes alimentaires saines, ainsi qu'une bonne conscience de la santé et du sport. Il est aussi à remarquer que le Japon voit son score de santé monter de trois places, ce qui le mène en quatrième position. D'un autre côté, l'Italie, qui était première, passe deuxième. Et l'Espagne, qui était sixième, gagne subitement 5 places pour devenir première du classement avec 92,75%. Le top 10 est principalement européen. Beaucoup des dix premiers pays du classement sont européens, mis à part le Japon en quatrième position, l'Australie en septième position, Singapour en huitième position et Israël en dixième position. De plus, jusqu'à la vingtième place, la plupart d'entre eux sont des pays avancés d'Europe, de l'Asie et de l'Océanie. Leur richesse économique semble proportionnelle à leur score de santé. Le Canada premier sur le continent américain. Le seul pays de l'Amérique du Nord et du Sud classé dans le top 20 est le Canada en 16e position. Il est Bien au-dessus des États-Unis qui sont à la 35e position et du Mexique à la 53e position. Aux États-Unis, l'espérance de vie moyenne est réduite due à la consommation excessive de drogue et au suicide. Le Mexique est affecté par la lutte des gangs, l'espérance de vie est réduite à cause des drogues et de la pauvreté. La plupart des trente pays les moins sains sont des pays africains. Parmi les trente dernières positions, on y trouve vingt-sept pays africains de l'Afrique subsaharienne, Haïti, l'Afghanistan et le Yémen. En Haïti, le ministère des finances et le bureau du président se sont effondrés à la suite du tremblement de terre survenu en Haïti en 2010 et le gouvernement s'est retrouvé paralysé et et actuellement toujours pratiquement inefficace. L'espérance de vie espagnole est la plus élevée en Europe. L'Espagne a l'espérance de vie la plus élevée de l'Union européenne UE et devrait atteindre 86 ans d'ici 2040. En outre, l'espérance de vie à la naissance de l'Espagne est également la plus élevée de l'Union européenne. Seul le Japon et la Suisse se situent au-dessus. Impact des habitudes alimentaires sur la santé. Des chercheurs américains affirment que les habitudes alimentaires pourraient avoir un effet important sur la santé et la longévité. Le régime méditerranéen des Espagnols et des Italiens, riche en fruits et légumes, fruits secs, herbes aromatiques et huile d'olive pourrait ainsi expliquer leur longévité. Ce régime est connu pour diminuer les risques d'accidents cardiovasculaires et de maladies d'Alzheimer et Parkinson. Ceci est considéré comme un facteur d'augmentation de l'espérance de vie moyenne en Espagne et en Italie. セバスチャン先生、ありがとうございました。ヨーロッパ諸国がトップ10の半数以上を占めているとは驚きでした。特に地中海沿岸のヘルシーな食文化が健康に良い影響を与えているようですね。スペインやイタリアの食習慣、ぜひ見習いたいものです。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、 もっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師がすでに45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば、365日、世界中、 どこででも受講できますアンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので入門者でも安心です試験対策、留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応していますさらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく無料のグループレッスンにご参加いただけますレッスン内容は リクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同、心よりお待ちしています。 この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどに フランス語学習をメインテーマにしている番組「アラカフェット」も配信しています週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみくださいそしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがありますアンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てにお名前 フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。